はい、大体さ、あ、これ初見ですよ。大体さ、裏道というか、まあ、表にいるんやけど、そういう意味じゃなくて、寄り道的な場所にはいない。そして箱の近くにいる。で、中盤ぐらいにいるっていうのが、大体9割型の、クラフトキットですね。9割型なんで、そこばっかり信用していきたいと思いますけど。そういえばパンのとこだったわ、これ。覚えてないな。あ、デブのやつ、あ、デブじゃないか。これデブじゃないか。大きく見せてるだけや。お、なんかいそうじゃないもん、そこに。違う。何個探すんだろうな、でもこのゲーム。もうでもなんかいそう。もうでもいそうって、それ。あなたが言った最初の序盤にはいないっていう法則じゃないやん、じゃん。あー、でっかいプレゼントボックス。叩きたくなるね、今やで叩きたくなる。今でこそ。あ、いた！手前にはいない。あ、手前にはいないの法則も裏切られてる、今回。そうなんや。法則急に1個追加したっていうか、思い出してすいません。適当に3つ目を当てはめてて、すいません。3つ目は手前にはいないでした。中盤にはいないって言っちゃいました。まあ中盤 にしかいない、序盤にはいないです。でも序盤にいたときもあるんです。寄り道にはいないって言ってます。箱の近くにいるっていうのも最近少なくなってきました。